藤川さんね運んでいきまして、ここで中川使ってくる。あー、ここも3人で今取り囲んだ。ここは細川のファールになりました。もう一歩前に出てこないといけないのになるんですよね、はい、そういった意味ではいいショットでしたね。ここからスリーを狙ってくる。これを決めてきた。いい形を作りました。3円でした。さあ今度はオリバー、オリバー一人で持っていった。横浜から駆けつけたファン、ブースターの皆さんも声を出している。そんな中でのスリーを狙ってきた。これタイムアウトですね。戦でした。奥から金丸のところ奥に渡して、ここでスリーを狙っていきます。これが武器になっています。3円ではフェニックスゲームードを作っていきたいという3円、それをしっかり守りたいという横浜ですが、奥院のところ、ここまで開けると狙ってくる。このプリムーターいいですね。かなりでいきます。ここも3円がきつい守りを見せるか。ジャクソン、やい、これは強い。ここは狙っていました。押し込む。ここは3位にとってはちょっともったいないプレーという形になりました。そうですね、横浜から言いますと、この高い位置のディフェンスというのが効いていたというようなことも言えるでしょうか、うん、立ってきています。ショットクロックは5秒。金丸、ここから打つ。まあこのクォーターだけでも3本奥に入れます。さあ金丸、横浜もよくついていたんですが、このジャクソン選手のこのやっぱペイントアタックがね、はい、完全に抑えられてるんですよね今ね。そして横浜奥に抑えますが、奥にをチーム取られましたね。オリバーのスリーが来た。でかい、これはでかい、これはでかい。やったのば、にしなかった、ならなかったですね。つながったのは良かったですね、今のね。そうですね、シュートタッチが良く、そして横浜のディフェンスを苦しめていたというところがありました。金丸にもスリーポイントが生まれてきたという時間もあったわけなんですが、横浜の守りというのが3人を苦しめました。最後の最後まで苦しめまして。